今ジウのジンバルスムーズ X に接続して片手で持って歩いております。これ二軸ジンバルなので縦揺れは抑えられません。ちょっと横向きに斜めにするといいかな。横向くと縦揺れも抑えられるかもしれません。どうでしょうか。これ今真下に軸を持った状態です。こちらは横向きに軸を、ね、移動した状態。あ、こっちの方がいいかもしれないですね。ゆっくりと歩いてます。 1080p の 30fps。 非常にコンパクトでいいんですけど、手ぶれ補正度合いっていうのは若干その分弱い気がしますね。やっぱ三軸欲しいとこかな。止まった状態ですけど若干プルプルする感じ。横向きに持った状態と縦向きに持った状態、やっぱり縦揺れが横にすることで抑えられますね。その分横ブレがありますけれども、どっちがいいでしょうか。個人的にはこういった小型のジンバルどんどん発売してほしいなと思います。できれば三軸でめっちゃコンパクトでバシッとねブレが抑えられるジンバルが出てきたら結構神がかってるというか、 iPhone SE とかと組み合わせればVlog 最強なんじゃないかなというふうに思ってます。このように止まってパンをする感じだとまだいいかな。では同じアプリで手持ちだとどんな感じか、スマホ手持ち片手で手持ちで撮影してます。やっぱりジンバルの効果っていうのはそのままの状態からすると圧倒的にありますね。こんな感じで手ブレ補正なしの状態だとかなりブレてしまいますので厳しい感じがします。では次にスマホ、これXperia XZ1 で撮ってるんですけれども、スマホの手ブレ補正オンの状態で撮影してみます。こちらがフル HD のインテリジェントアクティブ手ブレ補正の状態です。かなり効いてますね、手ブレ補正。これはすごい。ただ解像度的には落ちているのかなというふうに思います。インテリジェントアクティブ手ブレ補正、スマホ手持ちの状態です。では1段落としてスタンダードにしてみましょう。手ブレ補正スタンダードで
エクスペリア XZ1 の標準カメラで撮影してます。歩いてみます。どうでしょうか。本体の温度が上昇しているとね警告が出てますけれども、もう高解像度フル、ハイフレームレート化することによって温度がね、デバイス温度が難しいですね。温度管理がすぐ熱くなっちゃう感じがします。うん、なかなかいいんじゃないでしょうか。こうなってくるとねジンバルの必要性というかね、いいっていうのをどこに感じるかだと思います。手ブレ補正がないような機種に対しては非常に有効なのかなと思いますけれども、 Xperia とかですとこのように標準である程度の手ブレ補正がついてますので、まあ、これと比較してみて画質的にはジンバルの方が有利だと思いますので判断かなという感じです。ということで今回は、こちらジーユンのスムース X とスマホのカメラ機能写りを比較してみました。今回も見てくださりどうもありがとうございます。